こんにちは。今日はラズベリーパイにグラボをつけたらどれくらい性能が上がるのかを検証していきます。こちらのラズベリーパイシリーズは世代が新しくなるごとに高性能になってきて、大規模言語モデルを搭載した生成 AI が動くくらいには高性能になってきています。 実際前回の動画では生成 AI のディープシークの上流モデルを入れて遊んだりしました。なんですけども一つ気になることがありましてそれは何かというと生成 AI の動作や処理速度が遅いということです。通常こういった生成 AI 関連の処理を高速に行うためには GPU を使うことが多いです。ラズパイにも実はオンボード GPU が搭載されています。 ですが、使っているツールの関係上、生成 AI を使うときに GPU を使うことができず、CPU を使っています。ラズパイの CPU はシングルボードコンピューターとしては高性能ですが、やはりシングルボードコンピューターの域からは抜けられていません。なので、ラズパイでも生成 AI を使うことはできますが、遅いと感じることが多いです。そこで、ふと思いました。ラズパイにグラボを接続したら、もっと早く動くのではないかと。 というわけで今回はラズパイにグラボを接続してどれくらい性能が上がるのかを確認します。今日の動画では一体どうやってラズパイにグラボを接続するのか、ベンチマーク的な性能はどれくらい上がるのかを検証していきます。実際ローカル LLM など GPU を使って生成 AI を動かす検証は次回のパート2でやってみます。その前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。どうぞ。 プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにも是非6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんも是非いろいろ試してみてください まずは、ラズベリーパイ5に搭載されている GPU の構成を確認していきます。ラズパイ5の GPU は CPU と一体になった SOC の形で実装されています。GPU はビデオコア7で動作周波数は 800MHz です。処理能力を表す FP32 のベンチマークスコアは1 2 0 g ガフロップスでした。約 0.12TF ロップスです。 ちなみに最新の GPU と比較した時にこのベンチマークはどうなのかというと NVIDIA のコンシューマー向け GPU の RTX5090 を搭載したグラボの FP32 のスコアは 115TF 程度です。1000倍近く最新の GPU の方がベンチマークのスコアは高いです。次にこちらが今回使うグラボ、r a d e n RX6600XT です。 AMD から出ている GPU を使ったグラボです。最終的にはこれを使って生成 AI をより高速に動かすことができないかということを目論んでいます。性能は FP32 のベンチマークで1 0 6テラフロップスです。最新の GPU と比較すると低いですが、ラズバイのオンボード GPU と比較すると90倍計算が早いです。 ただここで注意点があります。実際の生成 AI では量子化を行ってビット数を4ビットとか8ビットに落として推論をすることがあります。FP32 の計算が速くなるからといって生成 AI を使った時の速度が速くなるとは言えない点に注意が必要です。 また GPU 以外にもグラボに積んでいるメモリーの容量や帯域幅も生成 AI の実行速度に関わってきます。特に規模の大きい LLM を扱い場合はメモリーの容量が大きくて帯域幅が広いグラボが有利です。いずれにしてもラズパイの GPU よりかは今回使うグラボの GPU の方がはるかに高性能です。 ちなみにグラボを使う以外の選択肢として AI アクセラレーターボードを使う方法があります。例えばこちらの AI ハットがそうですね。 これは AI 処理をするためだけのボードです。ただこちらの AI アクセラレーターは特定用途の推論の高速化に最適化されていて GPU のような使い方はしないようです。実際こちらの AI ハットの公式が出している使い方を見ると主に画像や動画の推論に使われるものであって今回の目的である LLM を使った生成 AI に応用するものではなさそうです。なので今回の検証ではこちらの AI アクセラレーターは使えなさそうです。 ここからはグラボとラズパイを接続していきます。今回使うものがこちらです。ラズパイ5と GPU、そしてそれらを接続するためのケーブルとかアダプターです。ちなみにラズパイ5はディジキーで購入しました。概要欄にリンクあります。ラズパイには PCIe レーンがあるので、それを利用してグラボを取り付けます。まずはこちらの NVMe ハットを取り付けます。 よくある使い方としては、ここに SSD をつないで高速で起動したりとか、まあ、そういった使い方をしますが、今回は SSD は接続しないで、代わりにこちらを接続します。Oculink という PCIe の信号を外に出すための規格があるので、それを使っています。そのアダプターです。Oculink 用のケーブルもあって、それをこのようにしてつないでいきます。 こちらにグラボを挿すところがあるので挿していきます。こんな感じですね。簡単です。あとはグラボに外部電源を接続していきます。RX6600XT はそこまで消費電力が大きいグラボではないので、300W くらいの電源であれば問題ないかと思います。 もともと SSD の中に OS とかデータを入れていたのですが、オキ l リンクのアダプターをつけているので、SSD が入る余地はありません。かといって、SD カードを使うと動作的にちょっと遅くなってしまうので、SSD は何としても使いたいです。なので、今回は SSD を USB 接続して、USB ブートをできるようにしました。というわけで、全体の構成はこのようになりました。 ここまでハードウェアの構成はできたのですが、実はこのままですと GPU はまだ使えません。ラズベリーパイ OS の Linux カーネルが GPU に対応していないからです。なので、サードパーティーの Linux カーネルを自分でコンパイルする必要があります。このあたりの詳しい手順についてはブログに書いたので、概要欄のリンクから確認してください。セットアップ完了後にグラボとモニターをケーブルで繋ぐと、はい、ちゃんと動いてます。 GPU がちゃんと接続されたかどうか NV トップで確認しています。ちゃんと AMD Radeon RX6600XT となっています。GL Mark II なんか回していますが、このようにしっかりと外付けしたグラボで動作していることが確認できます。このようにちゃんと描画もされていますね。GPU の利用率なんですけども、このようになっています。ちゃんと GPU を使っていますね。良さそうです。 動画では簡単に起動したように見えていますが、実際には色々と試行錯誤してここまで来ています。GPU を使うためのセットアップから動作確認までトータルで数日はかかっています。セットアップでつまずいた点はブログにまとめていますので、これをやってみたいっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。Web 上でできる GPU のストレステストなんてのもあります。こちらやってみると、 このように GPU の使用率は一気に100%近くに張り付きました。そしてグラボの冷却ファンが勢いよく回っています。なのでちゃんと外付けのグラボで処理がされているということになります。GPU の使用率はほぼ100%に張り付いていて、メモリの使用量はあまり使っていないといったところですね。消費電力はほぼほぼ定格の 130W を使っています。 次はグラボのありなしでどれくらい性能が変わるのかを確認するためベンチマークソフトの GL Mark II を回しました。こちらがベンチマークのスコアです。 左がラズパイ5だけのスコア832右側はグラボをつけた場合で1821まで高くなっていますグラボをつけた場合オンボード GPU より約2.2倍高くなるという結果になっています確かにグラボをつけたことで性能は上がっているんですけども思ったよりかは性能は高くなっていないです詳しくは調べていないのですがもしかしたら GPU 以外にボトルネックになっている部分があるのかもしれません 次はコストパフォーマンスを比較してみます。こちらのグラフです。パフォーマンスの部分は GL Mark II の結果、コストの部分は Raspi 5本体、グラボ、そして電源です。ちなみにグラボは中古で2.3万円で購入しています。こちらの結果を見てわかる通り、オンボードよりグラボの方がコスパは悪くなっています。もちろんグラボを付けた方がパフォーマンスは高くなるんですけども、そのパフォーマンスの上がり具合がコストの上がり具合に見合っていない状態です。 ここまで来て皆さん気になっていることがあるかと思います。それはグラボをつけたのだからラズパイをゲーミング PC のように使えるのではないかです。これはかなり厳しいと思います。なぜならゲームというのは GPU だけで動いているわけではないからです。 ラズベリーパイでゲームをしようとした場合の問題点は主に2つあります。まず1つはラズパイ本体の CPU と RAM の遅さです。外付けした GPU がいくら強くても CPU 側の処理速度がボトルネックになってしまいゲームを快適に動かすことはできません。 実際 GPU が90倍速くなったのにもかかわらず、ベンチマークのスコアは約2.2倍しか高くならないという残念な結果になってしまいました。もう一つの理由は CPU のアーキテクチャの問題です。まあこれは命令セットの違いですね。 ほとんどの PC ゲームは X86 や X64 といったアーキテクチャ向けにビルドされています。ラズベリーパイのように ARM アーキテクチャ向けにビルドされた PC ゲームはほとんどありません。これらの理由からラズパイで PC ゲームをするのは難しいかと思います。一応ラズベリーパイでは OS に Android を選択できます。そこで GPU を使うことができればもっと GPU を活かしたゲームプレイができるようになるかもしれません。が今回は試していません。 はい。というわけで、今回の検証で、ラズベリーパイにグラボをつなぐと、多少なりとも性能を向上させられることが分かりました。やってみた感想ですが、まだまだ GPU の性能は完全には使い切れていない印象です。 性能は上がることには上がるのですが、現状はかかる費用に対しての上げ幅が少ないです。頑張ってグラボを取り付けた割には夢のない結果となってしまいました。10倍くらい性能上がってほしかったんですよね。パワーを与えたとしてもそれを使いこなせるかというのはまた別の問題なようです。次回のパート2が本命なのですが、外付け GPU を搭載したラズパイでどれくらい生成 AI の速度が速くなるかを検証します。 というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにも是非6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんも是非いろいろ試してみてください